男女の相違こそあれ、同じ精神状態に陥って同じ苦しみを体験させられている私は、心の底までその枯れ果てた泣き声に引きつけられてしまった。今朝暗いうちに呼びかけられた時とはまるで違った、いな、あの時よりも数層倍した息苦しい立場に陥れられてしまったのであった。この少女の顔も名前も依然として思い出すことができないままに、たった今それを思い出して何とかしてやらなければたまらないほど痛々しい少女の泣き声と、そのいじらしい後ろ姿が白い寝床の上に泣き伏してわな泣き狂うのを、どうすることもできないのが全く私一人の責任であるかのような心苦しさに苛まれて、両手を顔に当てて全身に冷や汗を流したのであった。気が遠くなって今にもよろめき倒れそうになったくらいであった。